皆さん舞台上に揃っていただきました。それでは改めまして、えー、紹介させていただきます。作品ごとにご挨拶を皆さんにはお願いしたいと思いますえ。まずはブルーバード主演、佐野レオさんお願いします。はい、皆さんこんにちは、佐野レオです。本日はお越しいただきましてありがとうございます。すいません、朝からカメラ構えていただいていっぱい宣伝お願いします。<laughs> <laughs> あの、まあ、今回はあの、オムニバース6作品で僕、あの、頭の ブルーバードという作品をサブ監督とともに、えー、タッグを組んで演じさせていただきましてあのドーベルマンインフィニティから一輝さんが <laughs> カズキさんが <laughs> すません素敵な歌を届けてくださいましてあの本当に自分としても参加してよかったなと思えるような、えー、骨太な作品ができたかなというふうに思っております。自自分自身もサブ監督の,一あのファンとして いろんな映画を見させていただいてまして今回初めて一緒に現場に携わらせてもらって、まあ、4日間というあの短期での撮影だったんですけれどもあの自分の演じるケンジとそして弟役にあの大悟君を迎えて演じるその現場はですね、まあ、本当に時間が限られた中なのですごく密ではあったんですけれどもやっぱりあのサブ監督ベテランなのであの現場のロケーションだったり役者陣をこう 生かして、その中で音楽を、ね、はい、引き立たせるような絵っていうのを、あの、とても綺麗に仕上げてくださったので。自分も見て、大満足でした。はい。ありがとうございます。その骨太な内容については、また後ほど、いろいろ質問させていただこうと思うんですが。続いては、このブルーバードの主題歌、担当されました。ドーベルバンインフィニティの和樹さん、お願いします。はい、えー、ドーベルバンインフィニティの和樹です。ありがとうございました。 あの、本当に、あの、素敵な、あの、光栄、あの、素敵な作品に携わることができて、本当に光栄でした。えー、後でちょっとゆっくり話します。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。え続いては、言えない二人主演、白浜アランさん。はい、えー、皆さん本日はご来場いただきありがとうございます。えー、あゆむ役を演じさせていただきました、白浜アランです。えー、後ほどまた、 あの、言えない二人、本当にあの、誰もが経験するような、すごく甘酸っぱいラブストーリーになってるので、まだ、えー、ゆっくり話したいなと思います。えー、本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、続いて、その、言えない二人の主題歌を担当されました、ディープスクワットより、代表してタカさん、お願いします。はい、えー、どうも皆さん、ディープスクワットです。えー、この度はですね、えー、このような大役をいただきまして、光栄に思うとともに、えー、感謝の気持ちでいっぱいです。 えー、あのー、アラン君と一緒にね、この作品に携わらせていただきまして、えー、本当に、えー、皆さんにこの思いがね、この作品がたくさんの人に届くことを願っています。えー、のほちょうどですね、えー、メンバーのウ原ハラユヒが質問にお答えしますので。お願いします。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> よろしくお願いします。さあ、続いては、水のない海主演、小森隼人さん。 えー、皆さん本日はお越しくださりありがとうございます、えー、水の悩み、雪を役を演じさせていただきました小森隼人です、えー、ちょっとこのように、えー、主演という形でステージの上に立たせていただいて話すこともないのでちょっと緊張で今ちょっとここで何話そうかっていうのを全部ど忘れしちゃったのですこの後しっかり落ち着いて話させていただきまます、えー、最後までよろししくお願いします よろしくお願いします。すいません、ちょっと手に汗握ってて、ちょっとすいません、<う>ごめんなさい。緊張が伝わってきました。はい。続いて、この水の悩みの主題歌担当されました、アイスクリームより代表してるいさん、お願いします。はい、皆さん、はじめまして、アイスクリームのるいです。えー、こうして事務所の先輩方、そして皆さんの前で、えー、直接歌唱させていただくことができて、とても光栄に思います。えー、短い時間ではありますが、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 続いては会談満月浜辺り坂主演です中塚裕太さんお願いしますはい良介、えー、役を演じさせていただきました中塚裕太です、えー、皆さん本日はご来場いただきありがとうございますはい、えー、まさか自分の人生の中であの主演、えー、主演させていただいた、あのこんな舞台挨拶立つ日が来るなんてと思ってたので今日は本当緊張してますが、えー、最後まで皆さんに楽しんでいただけたらなと思います今日はよろしくお願いしますお願いします。 そして、その作品階段、満月、ハマグリ坂の主題歌を担当されました、レイさん。はい、皆さん、こんばんは。こんにちは、レイです。あの、そうですね。まあ、こういった作品に携われて、すごく、あの、嬉しいですし、まあ、この映画の中でも、あの、いいアクセントになる、すごく世界観の強い楽曲だったり、映画だったりするので、あの、すごくね、あの、ありがたいことだなと思っております。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。はい。 続いてはコヨーテ主演主題歌を担当されました片寄涼太さんはい、えー、お昼の午後平日の午後からありがとうございます午前か皆さんがいらっしゃるのは午前ですね <laughs> はいありがとうございますコヨ、えーテ、えー、マリコ哲也監督のコヨーテという作品で、えー、主演をやらせていただきましてそして主題歌桜井も担当させていただきました片寄涼太です本日はよろしくお願いいたしますありがとうございます えー、続いて、真夜中の一人たち、主演、関口メンディさん。はい、えー、皆さん今日はお越しいただきありがとうございます。えー、真夜中の一人たち、青木役の関口メンディです。今、あの、主演って言われて、ようやくなんかこう実感が <laughs> 湧いてきたんですけれども、<laughs> あの、本当に普段こう自分が演じさせていただくような役はすごくキャラが 濃くて、今もキャラ濃いんですけど、そのキャラをなるべくこう、削ぎ落としたような、えっ、ー、と、キャラクターで自分の中でも新しい、こう、世界が広がるような、そんな作品に出会うことができて、えー、とても感謝しています。今日はよろしくお願いします。お願いします。最後に、真夜中の一人たち、主題歌を担当されました、数原龍人さん、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、見渡す限り。 カ原ハル君愛してる、カ原ハル君愛してるの、タオルばかりで、今日は僕一人のためにこんなにたくさんの方が集まっていて、素晴らしい。いや、ありがとにございます。自分の舞台じゃないか上の皆さんもしっかり見えてますので。まんないね。僕の作品楽しんでいただけましたでしょうか。まんないよ、この人。すごい。上の方見ても、カ原ル愛してる愛してるって。愛が止まりません。悪いのかなネットニュース全部そうなるわ。こっちも、こっち側も。うも。俺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 も。 <laughs> ありがとうございます。いや、本当に皆さんの仲の良さが伝わってきますし、ね。えー、今日来場いただいている皆さん、本当に、あの、マスクの下の笑顔がこちらにも伝わってきます。さあ、それでは、えー、私より作品ごとに質問させていただこうと思うんですが、えー、マスコミの皆さんにお願いがございます。えー、これより先はフラッシュなしの撮影でどうぞよろしくお願いいたします。では、まずは、ブルーバードからいきたいと思うんですけれども、主演の佐野さん。 お伺いします。はい、あの、パンクロックファッションね、すごく決まってたと思いますし、<laughs> 作品、楽曲タイトルにもちなんだ、まあ、青い髪での登場だったわけですけど、中吉兄弟のあの、お兄さんの方演じられたわけですけど、演じてみてどうですか自分と重なる部分ってありましたそうですね、あのー、青髪ということで、あの、ゆうたくんとキャラが被って大変申し訳ないって思いでした。嘘ですけど、あの、なんかこう、パンクって、その、 なんかこう見てくれのジャンルとかその音楽のそのなんか歴史とかそういうことっていうよりかはあのパンクってやっぱ若者の主張だったりとかなんかそういったものが一番重きにあるかなっていうそこの思いが強いかなっていうところでなんかその思いを通してこうケンジっていう人間がいてその弟の純っていうそのなんかまあ兄弟愛とかなんか一番近くにいた大切なものっていうものをこう失う様とか なんか、そういったところが、まあ、サブ監督の、なんだろう、ちょっとこう、一瞬銃が出てくるっていう狂気を感じる部分だったりとか、はたまたこう、あの、包帯ぐるぐるで連れ出した人がヤクザだったっていう、もう本当にありえないような、<laughs> ちょっとこう、くそっとくるような、あの、やっぱそういうところもサブ監督の、こう、なんだろうな、まあ、作風というか、あ、サブ監督らしいなっていうふうに思いましたし、なんか演じてみて、そうですね、なんかその、 狂気となんかユーモラスみたいなところの、ね、こう混ざった感じの、まあ、この作品に落とし込まれた感じっていうのがこう自分も演じててとても面白かったなっていうふうに弟役のあの i g o 太郎さんもう本当にじゃれ合ってる感じとかがもう素敵だなと思ったんですけど現場でもずっとあんな感じだったんですか、はい、そうですねずっとあんな感じで大 a くんはあは本当にまだ現場入った時。 はい、10代で、うんあの、いろいろこう自分にこう気さくに話しかけてくれて、本、ま、当、あ、無邪気な青年だなっていう感じで、自分も元気もらってたんですけど、えー、あの結構頭のシーンはインサートっぽいところでつながれてるとか、全部セリフなくて、はい、でサブ監督の、まあ、今回の作品全体が全部絵コンテだった。えー、で、ちゃんとこうあって、はい、サブ監督の頭の中で、そのシーンっていうものがもうでに構築されていて、 それを自分は、はい、一生懸命演じたかなっていう感じでした、はい、そうですか撮影期間ね短かったと思いますしねそういう中でああいうあったかい感じ作っていくの大変だったと思うんですけどいやもう撮影はほぼオール外ロケでですよねマジで寒くて <laughs> <laughs> ちょっと死ぬかと思いました <laughs> <laughs> いやその寒さをこうあったかい感じにしてくれたなと思いますけどその楽曲についてもお伺いしたいと思います主題歌を務めた和樹さん はい、お伺いしたいんですけど、はい、今回この楽曲「青い鳥」ですけど、はい、最初に歌詞をご覧になった時の印象とこの「ブルーバード」が実際に出来上がって映像をご覧になった時の印象はうそうですね、はいあのー、最初に、あのー、歌詞を見た時にこれは男女の関係を描いている曲なのかなと、えー、自分の中では、えー、とそういうような印象を受けたんですけれども、はい、まあ このまあ別れというものはテーマにあって男女の,この恋愛の切ない別れみたいなものなのかなというふうにちょっと印象があったんですけれども実際映像を見てあのもっとそれをそんなものよりももっと大きなこう別れというかもっともっとこう悲しみがあってだけどその中に希望もあってすごいよりあの自分も身に染みたというか心がすごい、うん。 動きましたね。映像を見てから。はい。そうですね。歌詞の世界がいろんなこうイマジネーションをかき立ててくれるっていうのがね。そうですね。はい。あの、本編上映後にそのまま流れて、あの、その流れで歌唱ということになったわけなんですけど、はい、どうですか普段のパフォーマンスと何か違いましたもう、全然、百 <laughs> ゼロ百100違いました。はい。<laughs> あの、めっちゃ緊張しました。<laughs> あのい、今までだったら結構、 僕たちは自分たちで曲書いたり歌詞書いたりすることが多いんでまあ自分の思いとかっていうのを曲にあの落とし込んでまあ主人公になったつもりで歌うんですけどやっぱり今回こういうあの素敵な作品のがあってえそれを自分が主人公となるんではなくこれをこう一つの小説を読むこう読み手になったような感覚でえ物語が伝わればいいなという思いであの歌をさせていただきました。はい 素敵なことを言いますね。ええー、とんでもございません。きっとね、はい、このどっかに大竹さんもいますから喜んでますよ。すみません、大竹で竹さんはね、<laughs> なかなかあのミステリアスでね、顔を出してくださらないんで <laughs>、はいえー、きっとどこかこの会場にいらっしゃると思うんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いての作品です。えー、言えない二人、えー、白浜さんに、 はい。お伺いします。はい。えー、白浜さん、ジェネレーションズのリーダーでもあるわけですけど、この、シネマファイターズプロジェクト、こうやってね、ジェネレーションズの皆さん全員ですよ。はい、参加というとき。いや、だから不思議ですね。あの、ジェネレーションズ七7人を一緒にこうやって、それぞれが主演で舞台拶する日が来るなんて、ちょっと思わなかったですね、えー。あの、シネマファイターズはね、はい、白浜さんはこれ2回目のご出演ということになりますけれども、はい、ジェネレーションズ全員という思いでまたね、 気合の入り方も違ったんじゃないででしょうかそうかそすね、あのー、僕撮影してこ今回撮影多分に2回ぐらいに分けてみんなそれぞれ撮影してたんですそのコロナ前と、はい、コロナが少し落ち着いてからの撮影だったり、はい、したんですけど僕もそれぞれのプロットも読ませていただいててそれぞれがどういう。 お芝居でどういう引き出しを出してくるのかがすごく楽しみで、うん、まあ,ある意味、その一本の映画をみんなで作る部分っていうのもやっぱオムニバスとはいえあるとは思うので,そうです,、ね、すごく楽しみにしながら待ってました一本の大きな作品をみんなで分かち合いながら作るっていうねそうですねだ,からもうだけど何をみんながどんなふうにやってるかわからない状況ですしね。はいだからあ そんな演技できるんだみたいなこともすごく発見もありましたしえー、それは誰のことなんだろう <laughs> いやあの裕太君が僕衝撃的すぎてもうあの料理人のハマり役具合というかああ裕太君もなんかすごいああいう感じの役ができるんだったら今後また別の役も見たいなっていうのも思いましたしお互いにそういう俳優としての部分をね,そうですね見つけ出したというところがあるんでしょうか、はい、そしてこの作品では 親友のもう彼女に恋するっていうまた難しい、はい、またこの胸キュンなねなかなかこう告白もできないしっていうところなんですけれども、はい、皆さん今日ご覧になっていただいてますけど今回どうですかこの作品、はい、出演されたこれまでの恋愛ものとはどういうところが違って何を工夫されましたそうですねなんか今までとかだと結構派手な役柄をやることが多くてで この作品のプロットを読んだ時になんか僕も一人の役者としてちょっと違う一面を見せたいなっていう部分とあとやっぱりその勢いだけのお芝居じゃなくてちゃんとした繊細なお芝居とかをそのチャレンジもしたいですしその作品にしてもっとたくさんの人に見てもらいたいなと思っていたのですごくいいきっかけになったなってあの歩夢っていう役がいいきっかけになったなと思いましたし、まあ、あとその酒井真紀さんが劇中で言うその好きなものが 一緒な方がいいのか、みたいなあの坂本さんはい、はい、居酒屋で出てきてそ,うそ,うそこで話になるんですけど、好きなものが一緒の方がいいのか？あの嫌いなものが一緒の方がいいのか。これはまだなんか。すごく僕の中でも答えが見つかっていない。感覚もあって、<ー>すごくなんかメッセージ性がある。恋愛映画だなっていうのははい。完成してみて感じました。皆さんどっちでしょうね。この辺もみんなでこう話し合って。お客さんも皆さんね。ね はい、えー。本当にあの素敵な恋愛が、僕はあの後どうなったんだろうなって考えるのがね、たまらなくキュンキュンするところでもあるなと思うんですが、すねはい、さあ主題歌を務めてくれたディープスクワットの上原さんにお願いしたいと思うんですけれども、はい、ディープとしてはどうですか第2弾のねシ、シネマファイターズにもね、はい、参加いただいておりますし、今回はこのディープスクワットとして2度目の参加となります。はいはい、何か意識したことありますか はいそうですね、まあ、ディープスクワットとしてこのプロジェクトにあの参加させていただいたのは初めてですし、まあ、実は、この何かの主題歌をあの務めるというお話をいただいたこと自体がこのディープスクワットとして初めてだったのでこれがすごい本当に嬉しかったですし、うん、この作品を通してなんかディープスクワットはどんなグループなのかというのを皆さんに知っていただけたらなという気持ちで。 えー、制作に取り掛かったんですけれども曲の方はやっぱりその6人の、あのー、それぞれ歌の個性だったりその個性から重なり、えー、生まれるハーモニーというところが、えー、皆さんにより伝えたかったので、はい、そういうとこを意識して、えー、取り組んだのですごいこの曲はディープスカートらしさが、えー、存分に詰まった1曲なのかなと思います。 「そんなことを君に言えない」っていう楽曲タイトルなんですけどこちらまさにねこの作品の中身とこう重なり合いながらご覧になっていかがでしたでしょういや本当にあのなんかそのリアルなあの歌詞がすごいあのこの映像で鮮明に表現されてて自分も本当に入り込んでしまうくらいあの恋愛の切なさだったりあのもどかしさを感じてまあ先ほど言ってたんですけど僕もあのラストの あのー、思い切って行動した後どうなったのかなというそこが本当に気になって仕方ないくらい、あのー、<laughs> 魅了された作品で本当にこの作品の、えー、主題歌を務めさせていただいて光栄だなと改めて感じましたもう作品の狙い通りです <laughs> ありがとうございますありがとうございますさあ続いての作品に参りましょうか水のない海です、はい、こちら、A、主演の小森さんにお伺いしますはい いやー、あの作品、この、小森さん演じた役柄もとても繊細な、普段で言うとちょっとあの、こんなに小声の小森さん初めてなんじゃないかと、ねはい、思っていらっしゃるファンの方も多いんじゃないかと思うんですが、 対照的な役柄と思った方が多いですかそれとも役作りで何か共通してる部分だったり違いってどんなところでしたなんかこう、普段の自分と本当に対照的と思っていただいた方が見やすいかなと思ってまして、はい、今回、あの、僕を撮っていただいた久保監督は、あの、ジェネレーションズがデビューする前から、えー、実は作品撮っていただいてる監督になって、僕を出会ってからもう10年以上経つんですけど、はいまあ この作品に入る前から、こう、久保監督といろいろ打ち合わせをしながらなんですけど、その中で、なんかこう、久保監督が今までの隼人が出したことない表情をずっと撮りたいんだよねっていうことを言ってくださって、今回のこの作品台本を読んだ時に、こう、思う感情、隼人が普段思う表現と真逆の表現をしてほしいみたいなことを先に言っていただいてたんですよ。なので、こう、普段だったら僕がこう、女の子と話すっていう時に、おどける部分も、 なんかちょっと真逆だったらじゃあ,あ言葉数減らして笑顔を減らしてちょっとぶっきらぼうな感じになるかなとかすごくこうアドバイスとか明確な取りたいものみたいなのを言っていただいてたので役作りみたいなところではこう苦労することなくすごくナチュラルにやらせていただいたあるほど。あの LDH アーティスト、えー、としてなんですけど少しあのどうなんですかねこのののタイトルああやられたあの キャラクター自体はちょっとおせっかいだけれども、はい、なんかユキヨのことをこう考えると、ナビしてくれるあの AI っていう存在があるじゃないですか。はい、あります。あれもね、はい。こう、そのやりとりがとても、あの、面白かったなと思うんですけど。そうですね。はい、いや、もうすごく、だから新鮮でした。なんかあり得る話だなとちょっと思うと言いますか。うん、最初に、あの、出てくるちょっと先の未来っていうところも、なんか今ももう本当にあるじゃないですか。なんか話しかけるだけで。 なんかこう、ネットで注文できたりとか、ね、話しかけるだけで翻訳してくれたりとかっていうのが現にこう技術としてあるので、将来本当に近い未来、その AI と本当に意思疎通ができる時代も来るんじゃないかなっていうリアリティが、ちょっとこう奇妙さもあって、なんかすごくこう、ネックになる部分だなとは感じてます。そうですね。 え、話し相手となる AI の存在とか、スマートスピーカーのね、はい、存在とかが、この恋愛をつないでいくわけですけれども、皆さんにもお楽しみいただけたのではないでしょうか。そして、楽曲の方です。主題歌を務めたアイスクリームのルイさんにお話を伺います。はい、えー、皆さんは今年6月にメジャーデビューをされたんですね。はい。はい、えー、こちら、シネマファイターズプロジェクトへの参加ももちろん初めてということになるんですが、主題歌のお話いただいたとき、どんな思いでした そうですねあの映画の主題歌を担当させていただくことは私たちアイスクリームのデビューの時からの夢の一つでもあったのでこうして豪華な先輩方と一緒にその映画の主題歌という夢を叶えることができてすすごくく嬉しく思いまそして LDH の,のアーティストとしてこの参加されているわけですけども、まあ、いろんな作品を手掛けられているコンセプトプロデューサーの小竹さん。はい ね、書き下ろしの歌詞ですけれども、はい、この歌詞の内容どんなふうに受け止めていらっしゃいますかそうですね小竹さんには私たちのデビュー曲も歌詞を書いてくださっていて、はい、まあそこから「愛だけは」という楽曲で、まあ、2回目で歌詞を書いていただいてまたあの小竹さんの書かれた歌詞を歌うことができてとても素直に嬉しいです歌詞の中にこう現代のリアリティーな、まあ、狂気を持たずに書き込むだけでとかでも こう愛だけは持っているんだっていう明るい背中を押してくれるこう暗いだけじゃない世界観がすごく私たちもこうぐさっと刺さって私たち高校生ならではの等身大でこの愛だけを聞いてくださる皆さんにお届けできるように気持ちを込めて歌わせていただきました。素晴らしい。<laughs> ね、いや。 素晴らしいです。本当に高校生なので <laughs> 僕よりも堂々と喋っていただいて、もう僕おどおどしちゃってしょうがないですもん、今もう。いや、本当にもう素晴らしい曲いただいています。いや、でも小森さんは作品の中では、あの、相手役がね、はい、外国、中国語というかう、ねはい、あのキャッチボールは本当に大変だったじゃないですか。あの、でも、監督からも言われてたんですけど、えー、もう本当にわからないっていう役柄なので、えー、もう意味も検索しないでほしい。<ー>そしてテストの時も聞かないでほしい。 うん、本番カメラが回った時に向こうがこう話してくるものに分からなかったら聞き返してほしいし気になる言葉があったら返してほしい,いある意味、即興劇だったんです、ね、そうですのなので僕今回 AI ですしルナさんもずっとこうっ中国語ですし、はい、撮影中ほとんどまともに話してないです、人と <laughs> 寂しくてしょうがなかったですね、ほとんど、はい、そ,うですかその気持ちを全部こうイマジネーションで、はい、想像力でぶつけた作品にもなったわけですね。あありりががととううごござざいいまますす ありがとうございます。さあ、続いて、どんどん行きましょうね。えー、談満月、浜栗坂。中塚さん、お伺いしたいと思います。はいはい、えー、板前役、かっこよかったですよね。う、はい、す。 白浜さんからも先ほど絶賛の声がありましたけれども事前に何かこう準備されたりとか現場で役作りっていうのはどんなふうにそうですねあの事前にあの料理指導をしていただいてあの包丁さばきだったりとかも全部教えていただいてあと、はい、現場に入ってからもその料亭をお借りしたんですよ撮影場所でそこの料理長もすごい教えてくださって、ええ、あのすごい勉強になりましたねそこから料理もはまっちゃいまして。 おであの僕、お父さんとおじいちゃんが料理人だったんで、はい、なんかこうちょっと自分の料理人の血が騒いだというか<お>なその感覚であの料理のシーンはやらせていたただきました、ね、ちょっとそのうち LDH さんの中で店を持たせてもらおうと思ってませんか <laughs> お願いします <laughs> いや、そうですか、はい、あそういう準備もされてのことなんですけど、はい、もう一つはね包丁さばきもそうなんですけどご覧になって皆さん驚いたと思うんですけど妊婦。はい はい、あの世界は究極じゃないですか。すね、俳優としても。はい、僕たち男性でね、<の>妊婦役になる。はい。もうその台本見させていただいた時に、もう何回も聞きました。僕が妊娠するので合ってますかっていうので、はい、何回も聞く確認させていただいて、はい、そうですって言われて、<laughs> はい、で、いざその現場でつけさせていただいて、ええ、実は後半に行くにつれてお腹が大きくなっていってるんですけど、はい、最初のシーンは全然軽いんですけど、後半がもうめちゃくちゃパンパンなやつで、本当 5キロぐらいかなある、<う>重たいやつですごい腰とかも痛くなっちゃって、なんかこう、うん、妊婦さんにもっと優しくしようってすごい思いました。大切だよ。はい。ね、大変だなと思いました、改めて。そういう発見もあった。はい、もう結構、俳優としてもいろんなチャレンジーありましたね、今回ね。そうですね。ぬ <laughs> れ盤もやらせていただいて。<laughs> ですよね、ラブシーンも。まさかの、そこも何回も確認したんですね。これ、本当に、あの、 体を重ねるって書いてますけどこれ僕で合ってますかっていうの <laughs> ほとんど疑問なんだね <laughs> そうなんですよ <laughs> これ僕でいいんですかっていうのを何回も確認して <laughs> そうですあなたがやりますって言ってしかもあの,あのシーンが撮影の一番最後だったんですよねはいなんでも一番最後に一番緊張するシーンを残すっていうすごいなんかこういじめられてるのかなと思いながら <laughs> でもすごいあの本番は山田真帆さんがすごく引っ張ってくださって <laughs> はいあの楽しんでっていうとあれですけどなんかこう こうリラックスして臨むことができましたねそうですか、はいえー、本当に貴重な体験をたくさんされましたね,ねはいねありがとうございますさあじゃあ,あの楽曲の方についてもお伺いしたいんですが主題歌を務めたレイさん、はい、お伺いしたいと思います今回本当に儚くて美しい深い愛についての歌詞楽曲となったわけなんですけれども、はい、そこからインスパイアされて生み出された物語今日、うん、ご覧になっていると思うんですけれども ご覧になった前と後でどうですか歌い方みたいなものにも変化が生まれたりしますかアーティストとして。そうですね。でもやっぱり本当に、あの、最初こうお話をいただいた時きは、まあ、怪談話っていう、まあ、タイトルを見ても、どういう話なんだろうなってすごくこう興味をそそられる作品だったっていうか、でもこう実際やっぱ見てみると、 なんだろうな、こう、時を超えた思いだったり、深い愛だったり、すごくこう、見どころがたっぷりある、あの、なんていうんですかね、こう、ショートフィルムの中だけでも、ものすごく、あの、ぎゅっと見どころが詰まってるような作品だったので、はい、なんか、改めて、こう、作品と寄り添いながら、うん、その、まあ、女優の方、 あの演技をなさってる女優の方の心にこうさらに寄り添いながら深くこう歌詞を感じながら歌えたのかなとは思いますねあのレイさん今までもねこの「シネマ・ファイターズ」プロジェクトを何度か参加いただいてますけれども、はい、こういったアーティスト全員がこうやって一堂に会するってことなかなかないじゃないですか、はい、そうですねそして映画とともにっていう <laughs> こういった世界観から何か 新しいこちらも発見があったんじゃないでしょうか。そうですね。まあこういった大きな会場でなんか普通のあの舞台挨拶とはまたちょっと一歩違うような雰囲気でこう、えー。 シネマファイターズはそう、ショートフィルムだからこそ一つ一つにこう作品に主題歌があるじゃないですか。なんかその主題歌をこう作品の後に生で聴けるってすごいなんかレアだなとも思いますし、私もすごくあの、客席で普通に見たかったなって改めて、うん、<laughs> 思いましたね,、はい、ね。まさにこう、シネマ、映画とそれから音楽のライブパフォーマンスの垣根を超えた、ねね。新しいですね,ね。新しいジャンルのこういったパフォーマンス。いはい。はい イベント、ぜひ、これからもこういった形で LDH さんが新しく生み出していますので、えー、どんどんこういう形が広がっていくといいなと思います。そうですね。はい、はい。ありがとうございます。さあ、そして、続いては、雇用手の片吉さんにお話を伺います。はい。えー、もう今回の作品は本当にコロナ禍、アメリカと日本をまたいでのこの作品ですけれども、はい、作品の中でも英語をまさにね、流暢に。 あ,ありがとうございます。お話になって。はい、あの、スマホでそばにいない相手との演技だったり、もう二重三重にいろいろな難しさが。あったんじゃないかなと思うんですけれども。うねはい、どういった、これは準備をされたんでしょう。そうですね。まあ、もちろん、あの、英語のセリフ指導の方に。 あの、せ、セリフを指導していただいて発音だったりとか、この役柄のことを話して、この役だったら多分こういうニュアンスで、ここにアクセントをつけるんじゃないかっていう細かいところまで、あの、指導していただいて、あの、すごくすごく何度も何度も練習したっていうのももちろんですし、はい、あの、シカゴでの撮影と、そして日本での撮影、東京での撮影がまた別で行われていたので、先にシカゴを撮って、あの、それは僕が、 そのリモートでリハーサルをしたものの音源を使って、はい、で東京ではその向こうでシカゴで撮影したものの音を聞きながら、うん、見えない画面に向かってあのセリフをするというようなちょっとかなり特殊なあの、ね、撮影でした。はい いやもう俳優としては究極ですよ。グリーンバックでこう SFX の映画を撮るのとまた違う想像力を駆使してということになると思いますし、<laughs> はい、また本当にコロナ禍だったのでその相手のことをこう想像しながらやらなければいけない。はい、またコロナだからあの、だからこそこの生まれた作品でもあったような気がするんですけれども。そうですね。あの本当にやっぱりコロナのあの時間をやっぱり形に残せたっていうのはなんかなかなかない 作品だなと思いますし、うん、本当にそ,のそういうすれ違いの中であの自分たちが予想もしなかったすれ違いとかが起きたことっていうことがなんかああいう人たちいたのかななんてちょっと今も思えるそんな作品かなとも思いますまたあの作品の中ではお友達と大騒ぎするシーンとか、はい、恋人にこうなんか優しくこう謝ったりとかね、はい 感情の起伏を表すのってとてもこれ難しい役どころだったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、最後にあの航空会社でこうドナってこう問い合わせをするシーンとかね、はい、これどういう感情を込めて演じられましたどういう感情なんかでもあそこだけは台本がなくてあそう、ねえー、はいあの最後あのそのプロヘビレってその言って終わるっていう台本だったんで <laughs> 現場でじゃあちょっと <laughs> 行き通ってくださいって監督に言われて <laughs> であの、まあ、やったっていう感じだったんですけど、はいあのまあ、本当にすごくル人自身が自己中心的であ,の、まあ、あまりいい男とは言えないような男像であの、まあ、そういった男がああいう状況を置かれた時にどんな風になるのかなっていうところを、まあ、少しでも表現できていたらいいなと思ってます。はい そして主題歌、桜色も担当されましたけども、はい、主演と主題歌を共にパフォーマンスということで、はい、今回もね、あの皆さんにご覧いただいた通り、エンドロールまで、最後まで演じられている部分がありましたので、それをご覧いただいた後にご登場で楽曲を歌っていただくというパフォーマンスになったわけなんですけど、はい、楽曲の持っている意味、印象、そしてこの作品を経て、また発見、どんなことがあったでしょう そうですね。あの、まあ、もともと俳優の斉藤工さんが、あの、歌われていた楽曲を今回カバーさせていただいたということなんですけれども、まあ、正直今回のこのイベントで、あの、歌わせていただくのは、なんかもう、すごい不思議な感覚というか、うあの、やっぱ袖で自分も、あの、映画を最後まで見ていて、あの、なんか自分の心の中も、あの時のことであったりとか、その感情とかを、 思い出してなんかこういっぱいいっぱいになってちょっと泣きそうになっちゃうぐらいいっぱいいっぱいになってて <laughs> でいざ歌うってなるとやっぱお客さんもまだ全然整理ができてない感じ気持ちが整理できてないような雰囲気があってなんか全然いつものライブと違うなっていうなんかこう言葉にならないような感情の中でのパフォーマンスでなんか終わった後すっごいが痛くなって <laughs> 経験したことがない感覚でした、えー、はい でもあのなんかこういったプロジェクトだからこそあの経験できたことかなとも思いますしなんか皆さんの顔をこうやって改めて見て、はい、あのまたこの作品が少しでもあの愛される作品になればいいなとこの楽曲を通してもあの愛される作品になればいいなと心から思いました。 そうですね。本当にあの、映画なんですけど、音楽から生み出された作品群たちなので、音楽の歌詞一つ一つ、そして歌われるパフォーマンスをされるアーティストの皆さんの思い、そして作品監督の思いというものが、二重にも三重にも重なっているんじゃないかなと思います。お話ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、えー、ありがとうございます。真夜中の一人たちに行きましょう。関内さん、メリーさん。はい。 えー、これまでのまあ明るい濃いキャラクターっていうのは多いかなと勝手に思ってはいますが、はい、今回の作品はかなりシリアスな作品というか役、はい、柄、純朴な青年というイメージですけれど、はい、役作りで何か苦労されたことは苦労、あ、でもそのやっぱ普段こう演じさせていただいていた今までの作品のキャラクターが本当にコミカルで、うん 金髪のマッシュの面を被ってたりとか、<laughs> いろんなすごいコミカルなキャラクターやらさせてもらったことがあって、その時はもう本当に、なんだある意味、ちょっとこう、笑いをこう、狙いにいってるっていうか、結構こう、やりにいってるっていう感じはしたんですけど、ええ、あの、今回、まあ、小竹さんにも演じる上で、あの、どんな感じでやっていったらいいですかねってことを相談させてもらった時に、はいもう 狙わないでってこう、な、なるべく、もう普通でいいから、普通の人をやってくださいって言われて、<laughs> <laughs> それが一番難しいんですと思ったんですけど、なるべくなので、撮影の現場に入った時とかも、もう普通、こう、盛らないっていうのを意識して、やらさせてもらったんですけど、うん、本当撮影中も新庄監督にもほぼ何も言われなかったんで、はああ、これで大丈夫なのかなっていうまま撮影が終わってたんですよ。ええ、一生懸命やったんですけど。なんで、 あの、すごく、それででも褒めてもらえることが多くて、あ、なんか、あ、普通でいいんだっていうのをすごく今回改めて感じました。本当にあれなんですよね。大きいスクリーンでご覧いただくんで、瞬き一つだったり、ちょっとした動きが意味を持つから、引き算なんですよね、結構ね。演技するってね。そうですね、引き算。盛らない。盛らない。いあの、 <laughs> 主題歌のタイトル「笑うしかないトラジリィ」ですけど、はい、関口さん流のなんて言うんでしょうね辛いことを乗り越えるコツ何かありますか笑なんかでも本当に、うんあのー、笑うしかないことって結構あるなと思ってて今回青木は、まあ、まあ大切な人を失ってしまってすごい、まああのー、悲しみの中にいたわけなんですけれども、ええ、なんかでもその中でも。 こうなんだう前に進むためにはやっぱりすごい笑顔って大切だなと思ってて、はい、僕好きな言葉あるんです,ですけどその楽しいから終わるんじゃなくて笑うから楽しいって言葉が好きで要は楽しいとかいうのは作れるかわいいは作れるみたく言っちゃってるんですけどなんかそういう感じで笑ってると本当になんかこうなんだろういろんな人がこう笑ってる人に寄ってきてくれるし、うん、それいう服を持ってきてくれたりとかするのかなと思うんでなんか普段からこう。 いろんなことで悩んだりとかすることももちろんあるんですけどそういう時はもうはまあいっかって言ってあの笑う笑顔になるってことはめっちゃ心がけてますね素敵だねみんなも笑っていこう <laughs> <laughs> マスクの下で笑顔だと思いますけど <laughs>、はい、さあありがとうございますはいいありがとうございます、えー、楽曲についてもお伺いしたいと思います風原さんはい、はいえー、こちらの楽曲ご自身が歌う楽曲から生まれた物語ですよはいそうですねご覧になっていかがだったでしょう いやー、メニュ終始ヘラヘラしてるなっていう感じで、<笑>,笑,笑顔というよりは本当いつまでヘラヘラしてるんだといな出させていただきましたね。はい、まあでもあのー、そうですね、僕も小竹さんにどういう感じで歌えばいいですかね、はい、ということを聞いたときに、あのー、自分のこう笑うしかなかったような状況、悲しい出来事とかいっぱいあると思うからそれを思い出してみてってこう思い返したときに、うん、いろんな瞬間があって、やっぱり。 はい、あの悲しくてもう思わず笑うしかない出来事だったりとか例えば仕事で失敗してもうこれ笑うしかないなという状況とかいろんなこう笑うしか、うん、もう手段がないみたいな状況ってそれぞれ皆さんきっとあるなということを感じたので、ええまあ、そういった方々にちょっと共感していただけるようなあの切ないけれど、まあ、笑い飛ばしていこうという気持ちじゃないですけども、うん、そんな,なんか切なさとポジティブな思いを伝えられたらなみたいなところは意識させてもらいました。はい、今回の作品ご覧になってどうですか関口さん演じる 青木はいそうですねあのやっぱずーっと頭の中にメンディ君が浮かんでてちょっと正直集中力は <laughs> あのったなーっていう感じだった <laughs> ごめんディーありがとうございます <laughs> ごめんよそれはごめんよ <laughs> それはごめんだわ <laughs> 全然ですギャ冗談です <laughs> もう本当でもこれ僕大好きなシーンがあってこれメンバーにももう話したんですけどあの最初こう指輪こう、はい 投げようとするシーンあるじゃないですか。あるある。から、はい、やっぱ野球部出身だとも、あそこがやっぱピッチャーなんですよね。あ <laughs>、うん、ーがね。で、ね、あそこで投げようとしたのは、ストレートなのか、それとも変化球なのか、教えてもらっていいですか <laughs> まっすぐストレートです。ああ、もう<ー>。うなんか笑うしかない。なありがとうございます。<laughs> ストレートでした。<laughs> ストレートでしもやもやが。いや、ねね、晴れましたね。すっきりしました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> で、あの、こちらの作品なんですけど、主題歌とともにタイトルテーマソング、えー、昨日より赤く、明日よりも青く、こちらは片寄さんと一緒に歌われているわけなんですけれども、はいはい、シネマファイターズプロジェクト第4弾にして初めてです。えー、この主題楽曲、主題曲、 主題歌楽曲というものをこう集めた豪華なこれアルバムも11月26日公開日に発売されるということになっております。お気持ちいかがかぜひ教えてください。そうですね。本当このシネマファイターズのこのプロジェクトだからこそこのラインナップの皆さんの楽曲が収録されたアルバムだと思いますし、まあ自分はあの映画の作品には出演してないんですけど、こう歌で 携わらせていただいて、そしてグループでも音楽として携わらせていただいて、うん、こんなにあの豪華でなおかつ自分たち自身も楽しいプロジェクトってなかなかやっぱりないと思うので、はい、あのぜひ皆さんにこう俳優をするメンバーがこう伝えたいこととか音楽を通してここにいるメンバーが伝えたいことみたいなのを感じてもらえたら嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。ぜひこちらのアルバムにも映画とともにですね注目いただければと思います。 え、アさんよろしくお願いします。はい、え、本当に本日はありがとうございました。え、あの、このシネマファイターズプロジェクトは今回僕たち、え、このメンバーで挑戦させてもらったんですけど、今後も、あの、続いていくプロジェクトだと思いますし、え、この先も、え、皆さん応援してもらえたらなという思いと、そして、今回この皆さんが、え、全国初めてのお客さんということで、え、皆さんの力を借りて、え、この映画を広めてもらえると嬉しいです。え、本当に本日はありがとうございました。 ありがとうございます。